三重県の地域区分伊賀、北勢、中勢、東紀州、南西東紀州は、両政国の木の国東部に由来する地域区分で、三重県を北勢、伊賀、中勢、南勢東紀州の5つに区分した地域の一つ。古くから南紀、熊野と呼ばれる室群の東半、同群分割後の北室郡、南室郡にあたるが、旧、北室群、西紀町のみ、 町村合併により、南西に含まれている。NHK 新放送局の気象情報では、中勢に含まれる、滝群大台町及び南西に含まれる、渡来群大気町と合わせて、帰省、東紀州として扱われており、熊野灘に面した日本有数の田植地域で知られる。三重県南部に位置する東紀州地域は、典型的な過疎地域でもあり、三重県北部と比べ経済格差や、 生活基盤整備の遅れが見られ、三重県における南北問題と呼ばれている。その一方で、民間と行政の共同する地域づくりが注目され始め、東紀州活性化大学など、地域の自立に向けた人材育成が展開されている。衆議院の小選挙区では、三重県第四区に含まれる。県民センターの管轄地域とその地域の推計人口は以下の通り、 県下では、9つの生活創造権が県庁により設定されている。東紀州の範囲は以下の2つの生活創造権に相当する。ありがとうございます。